じゃあみこさんとくにおくん、みこみこを追加やっていきましょう。みこを霊峰四天王のね望月が強すぎるんで、今回打倒望月で、はい、いきましょう。はい、よし、じゃあ続きから、続きから適当にこっちかな、またそっちですかね。なんとこれ2連3連敗、あいつらに、うん、紫組は強い、紫組もっと別のやつを狙った方がいいのかな。いたいた、この手下とこの間で、手下って俺の手下じゃないもんねこの紫組手下の間、そう、どれだけ体力を残せるかだね。そうですね、温存できる。お、倒した、やった、陸ですね、やっぱ陸か、うん、そう、海動きづらい、海見えない、見て向こうのパンツは強いんだけど打ち合いになった時にフルボッコにするしかないです。マキナちゃんに近づくと許さん、あ、ごめんすごい、すごいガードが緩い、ガードが緩いんだよ、痛い奥にでも一人いたよね、まだ前だと倒せば、置いといて、うん、ひたすら殴る、殴る蹴るの暴行を加える、そう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 ボスもこの形に持ち込めれば、そうですね、お金あげるよ、ありがとうございます。お、来た、第1になるとちょっと厳しいよね、なんとか第1の状況に持ち込みたいけど、もう殴られた、あーもうやめてよね、か弱すぎでしょ乙女ですから、うんと、こんなか弱かったっけ、か弱いっす、二人をボコボコじゃい、なんか両方、両方俺が取った気がするんだけど、いやー痛い、なんかといってね、戦わないとでもね強くならない、強くなんないですね、そうそうそう、経験値大事、うん、ほら上がったよ、俺結構上がってるよ、すごい、やっぱりお金あげるよ、じゃあやった、お金、あっなんだかんだって今お金取ったね、そっちはお任せします、はい、我陸で戦うものなり2人いっちゃった、やめてよねー、くらいくらえい、くらいくらえい、へい、どっか行った、あっち行っちゃったね、さよなら、最低でもこんな感じのヒットポイントになるよな、ボスになるとき、来た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 、あ、来た来た、2人いるか、肉に行こう、肉に近づかさる、ほら経験値が、経験値が、お金だお金でなんかしなさい、そうですね、お金で強さが変える時代、お金お金、いえお金、よし、ちょっと待って、ボスボス、切り株持ってファーストアタックに投げつけるわ、おおごめん、ほらいいじゃん、本当だ、あと倒せば2人で、あ、早い、起き上がるのが早い、よしよしよし、フルボコじゃい、パンチパンチ、微調整しつつ挟む、挟む、なるべく、なる、あー、海ちた、ここからは、ほい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 、お、倒れた、一緒にいると一緒にお金取りなきゃいけないけど、今どうだったら分かんない、うん、お金お金お金いくら、お金、俺マッハパンチ欲しいわ、てい、マッハパンチ、お、ああ500円、300円でマッハパンチは買えるから、はい、じゃあ行きましょ う, うお買い物じゃーい、 あ、なんだよ、こいつらの強さが分かんないけど、しかし見つけてしまったからには、うん、あれ、下行くと下行っちゃうからね、さよなら、足の上だな、当たらない、やだ、なんかストーカーみたいなのがいる、まああれから大丈夫だよ、俺もストーカーしててわかるから、ストーカーしててわかるからあれくらいは大丈夫、あれくらいは大丈夫、ストーカーしててわかるから、ならない、ならない、うん、ストーカーをしててわかるからってすごいあの問題発言がありましたね、どうなんだろう、ストーカーって気づかれるストーカーの方がいいのか、俺気づかれないストーカーだから、あ、そうなんですか、
怖いわ怖いわ、皆さん気をつけて。あ、でもここら辺のなんか人々はそんなになんかあーっていう感じではないですね。暗い暗い、前からキック1だけどね。キック1です。キツンだったら首手をかも。キック2になりたい、キックの2になりたい。暗い暗い、下向きは半分か。うわーうわー、いやだって俺のパッチ23回分でしょ、その23分の1。へい、でもマッハパンチ買うとじゃ弱くなるのかな。どうなんですかね。多分半分くらいになっちゃうと思うんだよね。普通に一発のパンチは7か3か4か。もう来た、短足短足でマッハパンチより実はマッハキックの方がね、はい、射程が長いんだよ。あ、そうなんですか。腕より足の方が長い。うん、そうだね。おい、へい、みんなちっちゃわ。くらいくらい。あ、たぶん、なんでだ。殴る蹴るの暴行、殴る蹴るの暴行。殴る殴る、まだいいか。よし、お金。まあもちろん強い方が、はい、敵もお金持ってるんでいっぱい。あー、そっか。なんか出たね。シクシクシク、ウォルトスケイ。殴るの方向。よしよしよし、なんか来た。遠い方に敵がいるから、ちょっと待って、先制アタックを仕掛けるために。あれ、あ、仕掛けた。俺はこいつを持っていく。イエス、ほら来た。倒せば、あとはまた真ん中で殴るの方向。あ、ごめんね、あ、多分これがね、どっか行っちゃってんだよ。痛いよ。兵士中はなんとかなんね、多分。あ、そっか、やっぱパンチが3だから、キック1になっちゃうんだね、半分で。そういうあれなんですか。痛い痛い痛い。パンチをじゃあ上げるって、上げればいいか。あ、ごめんごめんね。死んだもう。で、起き上がれないよ。その今、マキナちゃんのステータスは、はい、うん、数値全部一緒じゃん。一緒です。うん、あ、倒れた。パンチも変わんないから。人力の親分は、おめえさんたちとは血と違うぜ。毎回言ってるけど、なんか全然読んでないからね。誰なんだし。いるやつをとりあえず倒すみたいな。人力って誰なんだし。いるやつをとにかく片っ端から殴る。飯屋に行きたいんだよ。お腹が空いたんだよ。忙しいぜ。芋だ。やばくないこいつら。魚が食べたい。魚が食べたいんだよ。ちょ、飯屋に行こう。私がどっか行った。虫は逃げ込む。あ、死ぬ。死ぬ。死んだ。死んだ。はい、はい、死んだ。はい、花粉症タイム。マジで一人しかいない。一人しかいないよ。マッハパンチ買おう。マッハパンチ。マッハパンチ受け取る。よくわかんないけどさ。マッハパンチ受け取るんでしょ。マップを移動しようじゃ。そうすれば復活するはずなんで。ここにもいるよ。だってマッハパンチを装備したい。マッハパンチの装備、お持ち物で、ね、俺ばっかりこう強くなっていくっていう。いっぱい強くなっていく。え、で必殺技までなんか設定しないといけないんだよね。うーん、確か。あれ、いっぱいあるよ手下。うん、いっぱい覚えてるよ。なんかいつの間マッハキックも覚えてるよ。すごい。え、なんでそういうもんなら勝手に覚えていくの。もしかして買わなくても。わかんないです。お金の無駄。いや、確かにさっきマッハキックを覚えるって書いてあった。うん、え、うん、もう、うりゃ殴られたよ。くらえ。あ、でもなんか殴ったら15になった。すごい強くなってるかもしれない。マッハパンチ自体やっぱり半分にはなるけど。すごい。はい。
あとまあ敵の防御力もあるのか。うん。ああ痛いよ。超強くない俺のキック。痛いよ。こういう暴力的なやつダメだと思う。まあ俺も確かに。暴力いくない、暴力は振らないからね。暴力いくない、暴力いくないよ。ちょっと痛い痛い痛い。人を使っての暴力だ。毎回一回戦闘するたびに瀕死になるのかな。瀕死になりますね。キックの下なのか、うん、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。あ、どっちで行った。なんだあいつ、どこへ行く、どこへ行く。じりじりと、じりじりと。あ、ね、強くなった、強くなった。お、レベルアップした。いいね、これでこいつに戦って、ダッシュしてパンチ、まだ3か。ダッシュしてキックで、これはキックだ。くらいくらい。はい、止まれ。わい、引く引く引く。四つえもん、ぶっ倒れてる敵は。ああ、どこ行ってた。戻ってこい、戻ってこい。戻りたい、痛い痛い痛い。よいしょ、こいつを上げよう。じゃあやった、頑張る、倒す。あたい頑張るよ。痛い。頑張って倒す。キックがね、せめて2になってくれればね。喧嘩ですかね。そうですよ。頑張って倒す。頑張って倒す。関五郎、関五郎誰？微調整して3つ目でいかないですね。あ、上がった？なんか上がったかな。上がったね。あれ、こいつ西村。西村、足も連れてってくださいよって言ってるから、こうやって一回倒したやつ。だが断る。このやつだよ、断って。なんかイケメンじゃないから断る。あ、そういう、あ、本当だ、ゴン作。断ったやつだ。名前があれだからね。ケンちゃん、名前がダメだ。あれか、もう一回出てくるのか。ピンクは2回出てくる。ありがとうでござんす。ちょっと仲間にしないと、出てくると、そういうのかな。しつこい。やだわ、仕方ないな、仲間にしてやるか。やった、倒した。はい、家出る。あ、出ないか。出ないっす。2回倒せばもう消えんのかな。また死にそう。戻ろう、戻りましょう。てか、あれ寝たんだっけ、寝てないんだっけ。あ、こいつだ。そう、こいつら戦ってたから寝てないっす。逃げよ逃げよ、この、はい、お宿に、お宿に。やずややずや。イエス。それなりに金貯まってるね。はい、ここもやや稼いでいますね。めちゃくちゃ貢いでるけどね。そうですね。またカモが来たみたいな。こいつはヤッホーみたいな。あー、いきなりさっきの止まった、待ち伏せしてやがったな。止まった分が無駄になってしまう。近寄らせんよ、ちょっとこっちに来ると。見守る、見守りたい。ただトマホパンチが手に入ってたら、おー、強い強い。こいつは普通に強いよ。おー、頑張りましょう。あ、来た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 。なんかすごい微妙に避けてったこいつ。すごい、なにこいつ。結構マミちゃん1は1だから。1は1ですね。でも1でもいつかは、いつかはきっと倒せる、あたい信じてる。くらえくらえ。脇腹キック、脇腹キック、脇腹キック。返してくんない？うよし。片方だけが強くなっていくね。くらえ、ギャラクティカマグナム。それ何？わかんない。なんだっけ。私はこれでも、あの、方針演技で覚えたやつ。ほら。くらえくらえ。5か。分散してるね。分散してますね。ダッシュしながらのマッパンチだ。これすげえ強いわ。おー、なんか細かな操作がね、必要になってる。ダッシュしてすぐパンチするみたいな。わかる？うん。
出たそれな超最強最強やったね。よくいった。こいつかこいつか投げようじゃ。よし頑張る。やった倒した。まだいねいつもジャンプされていく。くらいくらい。弾幕はすごいけどね。シュ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 。ほら。なんだよ13ってなんだよ。くらい。なあ。ひと事みたいに。あ、でもキックが4になりました。強くなった。いやでも今のマッハじゃないキックは攻撃力高いから。そうマッハは速い代わりに。ああ、そういうことか。よしいった。沈黙だ。どういった。えっ、痛い。あれ使って人間ドリルじゃなくて自分ドリルじゃなくてなんだけど、なんか技使ってる。えっ、って強い。待ってなんだお前。フルボッコじゃーい。さすがに強いわ。人6。ちょっと直ちゃう。はい、立ち上がれ。なんでエスコのすっとこばっかい。いつもなんか、あああ52ってなんだよ。22ってなんだよ。立ち上がれないよ。こいつは倒したや。俺の方にこいつ来るな。ゲゲイ。あっち行け、あっち行け、あっち行け、あっち行け。おお、助かった。やった。トラゾーの一味じゃねえんですかい。トラゾーの一味はあれだよ。人禄に一肌抜かさせておくんなまし。金助を助っ人に。ああ、さっきの望月だ。めっちゃやられたやつ。イケメンですか。どうだろうね。まあ強いからいいよ。強いやつはいいよ。イエーイイエーイ。人力じゃなくてさっき仲間になったやつらは最初のここで変えられるのよ。文造の家、うん、仲間を変える。ほう、あ、なんかこういう金助に。ほうほう。これで変えるとどうなるんですか。俺が金助になる。あ、そういう、それだけ、うん、へえ。で、ただステータスとかも、もうその個別だから。あー別にない。いってらっしゃいし。ちょっとステータス見て。はい、早い金助超早い。さすが望月だな。ステータス、おー超強くね。なんかすごい強いですよ。なんだこれ、もともと強いやつだった。いいじゃないですか。じゃあこいつでいきましょう。よいしょ。体力的にはどう。うん、なんか食べときたいですね。私ついてこい。やっぱ男はね、こう気づけ早いっすね。これ乗って乗ってけばいいんじゃないですか。あ、そっか、とりあえず寝よう。おう、止まる。イエーイ。あー、お金いっぱい貯まってた。俺止まる必要あんの。いや、止まっちゃおう。寝た。最高だ。あ、気力が高いのか、金助は。じゃあ乗っていいよ。ジャンプして。なくてきそうだけど。ほっ。よし、行きましょう。いや、逆向き、楽。早い。あれ、どっちだ。ちょっとマップ見れる。マップ。うりゃ。うりゃ。あー。うりゃ。うりゃ。よし。あいつするがに、てか人いっぱいいるね。いっぱいいますね。同じやつとか倒してもしょうがないからね。ほう。なんかこの水色のやつとか倒さなかったっけ。水色倒した気がしますね。コウズケにいる。コウズケ。灰色とか。あ、来た。あ、来た。こいつ早い。早いな。来んの早いな。いる、いないね。いないっすね。どうしたのあれだっけ。あれ、いきなりどうした。俺は先陣を切ろう。行け行け。え、与之助なんか言ってたけど。なんかいいもの持ってきたとか言ってましたけど。え、殴っていいの。あれ、どこ行ってた。どこ行ってた。え、なになになに。ひどいわ。わかんない。ひどいわ。まあ、いいか。じゃあ別のやつを倒しに行こう。はい、最初に行きましょう。マップマップ。ヒゼルの方、左だね。左、ヒゼルの方とか。
行きづらいんだよね。それ乗ってくれ。うい、その方が早い。やっこい、初一。これが男の役目だ。そうなのか。はい、ウイカすぐ行けるから。はい、乗って。お、おーい、ちょっと。よし、行きましょう。便利やわ。今度これ、出かけた時やってあげるよ。いいっすわ。俺こんな速くないからね、しかも体力ないから。で、河内に来て、もう一回乗って、とにかく最初の行動はこれだね。そうですね、まず乗る、まず乗る。うんちゃんって呼んでくれていいもん。アッシーです、ね、アッシーか。あ、待って、このさ、よろずやって何乗ってんだ。レッツゴー。顔突き抜けてたけど。木綿のマハキウキウとか。キャハンか。キャハって何、どこの足です。足買ってみよう。じゃあ買う、うん、マハキウキウって何。うん、寝てる的にドカ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 ってやる感じ。足で踏みつけるのか、得意でしょ。得意あ、それマハフミフミか。キウキウは殴る方か。キウキウ、うん、あ、じゃあフミフミも買っとこうか、うん。はい、81も変わらない。よし、俺はこのまま大丈夫だ。で、これを装備しなきゃいけない。そう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 、持ち物だね。木綿のキャハンを使います。おー、イエーイ。で、ふみふみ、ふみふみ、うん、よいしょ。でも設定はされてるはずだから、うん、そうだね、2つ。あ、俺何持ってんの、そういえば。あ、ニトロアタックか。ニトロアタック。あ、それはちょっと敵がいないと分かんない。カッチの水色はいいと思うんだよね。肥前長門あたりに行きましょう。はい、じゃあ行きます。レッツゴー。はい、あれ、これ水色か。待って、一回ちょっと左に。で、長門に行きました。あ、いるね。いますね、紫組じゃないですか。お、結構2になった。2になりましたね。ちょっとこっちで戦う。伊藤さんかね。これやめよ。え？強い。金助、さすが強いわ。金助。霊峰四天王だけあるよ。おお。ははごめんね。あ、アキラちゃん、俺のあれに巻き込まれた。巻き込まれて。速攻死ぬと思うよ。マジで？いや。どっか行った。ひどいわ。極悪人だな、俺。聞くの好き。何言っちゃってないね。お金だけあげるよ、しょうがないから。やったー。お金。いや、まで本当に俺に近づかない方がいいよ。ちょっと様子と様子見で、こう、いいよ。右と左に分かれよ。うん。やばい。死ぬ。あたいが死んでしまうよ。こいつらは強いね。お、倒した。イエーイ。ここはちょっと段差みたいなのがあって、高低差があって戦いづらいは戦いづらい。ね、よいしょ。生きてる中学生。ジュクシ。あれ難しいな。ニトロアタック使うのか。ニトロアタック。おお、なんだこれ、すごい。すごいな。どうやったらマッハフミフミが、あ、倒れてるところでキックかな、うん、これ今の状態の時にキックってこと。そう、上に乗ってキックするとダカ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 みたいな。へえ。で、本当に上に乗らないと、うん、あのマッハキックが出ちゃうから。あ、ここつまりはこう、あー、シムなんかさ、持ち歩きができる回復アイテム、なんか薬屋とかでね、欲しいですね。あった気がする。あ、なんかこれいい感じに壁がこう、あ、これですね。できない。身を守る係、身を隠す係、俺に任せよ。あとは手下頼んだぞ。結局名前書いてもらうけどね。全部手下になっちゃう。それ使えないですよ、そのさ、うん、装束すごいあれなんですよ、首が痛くなっちゃう。あ、よし、いいお金。やった、お金。イエイエイ。あ、なんか来た、なんか来た。あ、なんか来た。
はい。ちょっと待って待って、いけないんだけど。うわうりゃうりゃ、このダッシュパンチパンチで強い。いいよ、お金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 。あ、取っちゃった、もう一回。え、この段差は登れない、ジャンプしないと。そういう感じですか。この 木の上プカプカ楽しいですね。よく沈まないよ、うん、極めているからです。逆にさ、速すぎてさ、なんかこいつ微調整が。お、なんかボスだ、ね、ボスだ。入ってたけど、じゃ入っちゃうと、でもなんていうの、マップが切り替わる。誰これ、ハンシロって誰、全然わかんない。背型背型見えないけど、この文字のとこで戦ってる。ああ、ふみふみをしてみたい。気力がいっぱいあるとね、立ち上がるのも早くなってくる。あ、そういう感じですね。難しいね、今。あれだ、あ、なんかボリボリって言った。やったプップー。なんとプラチナ悪党め、お主らの申すことはよくお前もな。まあ、俺のせいかな。そうですね全部俺のせいだよ。そういうことですね。で、次どうしようか。テイテイ、あ、下、あ、なんか来た、なんか長っ、灰色とかなんか強そうだ。下の黒いやつも強そうだね。ねえ、ちょっと色だけで見ると強そうです。ほい、これ右とどうなんだっけ。あ、変わっちゃうか。変わっちゃった、国が。あ、ここのヨロズヤもあるね。お、お店。人間ヘリ。日の丸鉢巻きって何が上がるんだろう。分かんない、買ってみよう。俺も買ってみよう。あれ、これってさ、持ち物ってどうなってんだ。さっき手下がさ、うん、持ってたじゃん、うん、引き継がれるのかな、うん、まあ、いい。よいしょ、持ち物を日の丸鉢巻き使いました。イエス。気力マックスが20上がった。なるほど、ね、おお、なんかよくわからん。それは、あ、鉄鋼装備してるわ。お、素晴らしい。よし、気力マックスが上がった。イエス。テイ。で、この体力、ちょっと宿や。はやっ、マジでこいつ。あ、ここ問屋しかないか。これなんだっけ、なんて何か屋さん。なんでさ、乗せてないの、その何屋さんか。あ、飯屋か。飯屋だ。天ぷら食おう、俺。おお、私は。天ぷらしますか。じゃあ、なんか天ぷらにしようかな。これ野菜食えないからね、ナスとかの天ぷらがあると。あ、そういう、もうダメなんだよね。あ、私はエビの天ぷらが好き。エビは食べられる、美味しい。体力がどうたらこうたらって書いてあったけど、よし、まあ、体力だけ上がった。そうか、気力は回復しないのか。まあ、乗っててくれた前。いいね。で、もう一回ここに来て、うん、ちょっと左に、ああ、早いね、複雑だから。ほっほっはぁ、よし、楽でしょ。楽です。痛い。あ、で、変わっちゃうのか、さらに非善に、うん、またいつもここで迷うよね。迷いますね。事故、どっからどこに通じてるのかちょっと分かんないかな。これなんか下とかたまに行けるかね、うん、いけないけど。あ、さっきのここ謎の店だと思うよ。謎の店、違った、全然違った。なんだここ、洞窟だ。水色のやつらか、まあ、一応いたから倒していこう。あれ、これいけないんだけど。え、下ってこと、完全にこれなんていうの、その分かる、面白。え、どうやって上行くの、これ。分かんないです、どこに繋がってんのか。なんか出てきたね、こっちゃった音。灰色組さんだ。そうか、俺が引きつけてるから。イエース、すごい転がってくる。めっちゃ転がってるすごい坂道を登っていった。ここは戦いづらそうだな。ほう、登れない。強い。お、マッハキックが3になっている。すごい、すごい、引っかかってるよね。っ引っかかってますねなんだあいつら。そうそう、勝手に壁であれしてましたね。どういうマップなの、わかんない。
っか行った。来たよ。どういうこと。あいつは行ったか。挟まった。あ、こっちだ。いけないんだけど。なんだこいつら、なんだこいつら。ジャンプパンチだな俺は。お、これがマッハフミフミ。あ、マッハフミフしてる。あ、してるのかな。分かんない、見えない。行かせん、あげるよ。やった。よし、マッハフミフミだ。いけ、マッハフミフミ。お、倒した。なんだこの、こん、日本にこんなとこあんの。鍾乳洞的な。鍾乳洞。そうすると、でもなんか、どこなの、長門はどこですかね。左の方ですね。イワン強え。死んじゃうよイワンって投げられたら。そうですね。頭蓋骨が陥没してしまうよ。よし、キス追加だ。ここでこう、ここでこう、こう、あ、こう、いった、やばい、くらいくらい。よいしょ、痛い痛い痛い。ちょっと金助さすがにやばい。金助さすがにやばい。くらいくらい。マッハフミフミ、マッハフミフミ。すごい浮いてますね。逆に当たんなる。微調整が難しい。そうですね、難しいですね。海プカプカしてる人に蹴りって感じですよいしょ、ほら、じゃあ、あ、そうよ。よし、挟めばもうこっちのもんよ。パンチ超強くね。すごいですね。お、12。異常なんだけど。こっちにね、一人ハマってるやつがいると思うんで。あ、浮いてる。気力がなくなるとさっきみたいにね、なんかペイペイしちゃうんだよ。はあ。いけいけ。手数で勝負だね、やっぱり。そうですね。は、よし。立て。立て。ここで。先陣はまたあっちに。どこだどこだ。あ、やばい、こいつはやばいよ。こいつはやばいのか。こいつはやばい、マジで。強い、強いですか。すごい、棒持ってないけど。棒を持ってないけど。え、棒を持ってるのが全然。あー、5台はね、5台同日スペシャル。うわ、ミトラタック持ってんのかよ。敵のミトラタックはやばいでしょ。あれ今俺がやったの、わかんないっす。だ、防術スペシャルとかってあったっけ。これ防術スペシャル、防術スペシャルってなんだ。よかった、倒した。黒人回避、娘をさらったのは虎像に違えねえ。こう助っ人しての山々だが、義理がある。代わりと言っちゃなんだが、あ、ドスだ。ドスいる、ドス大好き。ドス？ドススペシャルがあんのかな。なんだろうね。何を受け取ったんだろう、ね。何を受け取ったんだろう。必殺技は？必殺技ドススペシャルとか増えてる。ドススペシャルとかあるんですか。ほらドススペシャル。何これ。ドスなんて出てきてたっけ。こういうこと？うん。こういうこと？ドス落ちてたっけ？いや、わかんないです。落ちてたの見たことないですね。あんまり、ね、見たことないよね。まあ一応。おお。よし。じゃあちょっともう一回メニューにして、ウェイ、じゃあ5台を倒したところになって、ドススペシャルね。ドススペシャル、マキナさん覚えたんじゃ、次回からマキナさんのドススペシャルが炸裂するかもしれないというところで、じゃあ今回はこれで終了します。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。